何話しましょうか。何話しましょうかっていうか、まあ乱雑無償はね、毎回適当っていうか、乱雑無償って言葉自体が、うん、あの適当っていう意味なんで。あ、そうなんですか。そうそうそう。だからまあ毎回こうノープランで話し始めてるんですよ。でもノープランで話し始めて、あのネタとして使える感じになるんですか。まあそこはそれ、そうでない時も今日は特に何でもないねみたいな感じに聞こえますしね。テツさんの時ってどんなでしたっけ。テツさんの時は、まあ、テツさんの時もなんか適当に僕なんかってな感じだったかな。そう、とりあえず今回はほら、あこの後アイエアレディを撮るし、そのウォーミングアップとかって思ってもらえればいいんで、そう全然、はい、適当な感じなんですけど。まあ、どうすかね。じゃあ、なんだろう、昨日 の飲み会みたいに、はいはいはい、深いっていうかわけわかんない話だろうけど、いくらでも続くかもしれない。あ、そうなんですけどね。それやっちゃうと結構ドンビーチャーでしょ。ですね、ですね。でもああいうのって斉藤さんはあの、はい、何年前っていうか、どのぐらいの時からそういうふうな考えっていうか思いを馳せられるのか。やや飛んだ系の飛んだ系の、はい、やや飛んだ系はね、僕自身がまあ早い話がオタクだったからさ。昔はなんかこうね、漫画家になったりとか、なんかこう、なんていうのかな、小説書いたりとかして取っていけないかなって思ってた時期もあって、なんかいろいろね、こうネタを探すのが好きだったんですよ。で、まあ、まあ、その頃に、まあね、少ない小遣いで毎月なんか一冊ずつ、ちょっと専門書ってわけじゃないんですけど、はい、細かいそんなことが書いてあるのをつけては買ってみたいな。じゃあ誰かから勧められたとか、なんかこう有名なあの人がテレビに出てるとか、そういうのじゃなかった。逆にそっち全然さっぱり。なんか飛んだ系の話だって、あのほら、最近出なくなりましたけど、飯原さんとか、はいはいはい、HD さんとか。あ、なんで正直よくわかんないですけどね。どんな印象を持ってます、そういう人たちが。昔はあこういう人がいるんだなぁなんて、いや特殊なアビリティっていうかね、なんかすごい能力持ってんだなって思ったんですけど、例えばこうメディアに出なくなってきてたりとか、そういうのを見てると、あ結局お金が絡んでたのねっていうのが、まあ、後になって、そうすると最初からこう出てる人たちは、お金でしょみたいな。テレビに出る人は逆に信じられない。まあ、そうなってきちゃうんだよね。そうなんですよね。かといって出てこない人がじゃあ真実を語ってるかっていうと、それもそうでもないなんてのはいくつか読んでくる、見たりしてるとあったので。何でしょうね。ああ、そうか、僕も東北だし、北陸じゃないですか。あの辺だと結構こう、なんか青森の恐れ山の話が。いや、僕はあんまり八位分かんないですよ。板子さんでしょ。板子の話って、ばあちゃんとかしませんでした。しなかったですね。うちのね、うちのばあちゃんの話してもしょうがないです。うちのばあちゃん、要は農家っていうことの農家でもなかったんですよ。要は農協にね、あれこれ出してたわけじゃなかったから、自分のところであれこれ作物は作ったら、売り歩いたビジネスマンだったんですよ。すごい。そういう、なんていうんですかね、実際的なものっていうんですか、あんまりこう
無形のものに何かっていうんじゃなくて、あるものの方を大事にしてる、まあ、もちろんご先祖様とかは大事にしますけど、そっちの方の考えがある人もいて、逆にそういうイタコさんがどうですか？僕はね、もうどこで聞いてんだろうな。まだ久しぶりですね。でも今いい話に出ていたのがご先祖様っていうところですかね。なんか最近、まあ、僕たちもなんかご縁を感じるところって結構あるじゃないですか。なんかこうスピリチュアルとかそういう話ではなくて、はい、なんかこう脈々と続いてる、ねね、自分のご先祖様を大切にするっていうことって結局というか、なんかスピリチュアルとか宗教とか関係なく、はい、今ある自分で、あとはその前の代の人たちがいるから今、そうですね、なんかね、そこで最近その辺がすごい薄れてきている印象が、世の中的に、世の中とか、そういうのが薄れてる印象があるので、それをちょっと気にしているところはあるけど、ね、発信の仕方間違えとさ、そうですね、ね、ちょっとぶっ飛んだ話になっちゃうから、でもなんかこう、なんかでもこう、大きいのは、親の影響っていうのが僕は一番大きいと思います。僕は確かにご先祖様の、まあね、共通 のある方からね言われてるから大切にっていうのは、まあ、強くは意識しますけど、それ以前から親がやってることっていうのはこう受け継ぐ感じになるんですよね。例えば僕の父親だったら毎朝仏壇にご飯あげて、お線香あげて、こう手を合わせて、で神棚は榊の水とお供えの水とっていうのを毎朝書いて、またこうパンパンってやって、まあ宗教っていうものを見ちゃえば神道と仏教って2つのことをやってるっていう、なんだそれってことなんですけども、でも僕からしたら親父がそれをやってるわけなんだから、ああそれは俺も大人になったらやらなきゃっていう、それは自然のそうなってるんですよね。それはだから宗教観とか云々とかではなくて、親がやってたことを受け継ぐって言ってると思うんですよ。でそれが僕が普通に見えたのは、親父はやってなかったけどじいちゃんがやってたっていう、一世代超えたのも一緒に住んでたから見てたわけですよ。ところが今の世の中核家族化とか言って世代切れてるじゃないですか。そうすると例えば僕今36歳で、まあ、子供2人いて、そういう家族が家に仏壇あるかって言ったら普通ないですよ、普通ないですよ。そうするとその時点でまずお線香をあげては消えますよ、ね、で我が家は神棚を置いてますけど、神棚がないところも多くあると思うんですよ、まあ、あるところも多いと思いますけど、神棚があって毎日こうやってっていうところを減ってきてるのは、その親の世代がやらなかったからだと思うし、そういう世代が分断されてしまったからって、まあ、そうすると僕らの次の子たちが、いや僕ら世代がこうやってないのを子供は見てるからまたやらなくなります。現在っていうのはおそらくそういう脈々と塗り替えられて書き換えられてきた、まあ、そういう行いっていう状態、それが今分かってるので、慌てていやいやほらお手の大事にしようって言っても、いやえなるほど、なんで僕はなんでって思わないけど、大事にしようねって言ったら、そういう親やってたしな、そうだよなっていうのが自然だな。だから小さい頃からそれやってるっていうのはおそらく本当じゃないですか。ちゃんとそういう意味じゃ日本固有の文化っていうのが、はい、なんか年々こう薄っぺらくなってる。そうですね、まあ、それは嫌だなっていう気持ちはあるんですよ。特に、ね、今言ってたみたいに、うちは、まあね、元が福島だけど、はい、まあ、東京出てきてしまってるし、そういう意味じゃ各のコミュニティをまた新しく作っちゃってる。ああ、そうですね。
ただそこにあって、やっぱりこう5000人から大事にしたいし、そういう思いの方が、逆に親はそこまでやってる姿は見せなかったけど、伝え聞いてるじいさまのやってたこととか、まあ、なんかやってみたいとか、それはですよね、きっと離れたがためにっていうところがあるんじゃないですか。もしそのまま福島に行ったら多分やってない、むしろアンチじゃないけど、そんなもんみたいな風になりやすいと思うんですけど、なんかね、そういう思わない思うところ、そうですね、文化がね、やっぱり変わってきて、なんかちょっと根幹が揺らいでいるっていうのがちょっとアバウトすぎますけども、なんかそういうのはなんか肌で感じるようになってきました。どうなんでしょうね、まあほら、最近県名とかも分かりやすく変えようとかさ、なんかたまに県名、あの県の名前、そういうのが出てて、まあね、その土地の人じゃないから、はい、あんまりよしあし言わない方がいいんですけど、なんかそういう昔から どういう意味ですか、分かりやすく変えるって。なんだっけな、ニュースで瞬間で入ってとかそういうこと考えてることもあるんだなじゃあ例えば新潟県が新潟県じゃなくなるとか、あのリンゴ県とか、なんかお米県とか、なんかそういうの、ね、そこのずっと続いてる文化に合わせてやったりとかさ、まあそれならいいのかもしれんけど、なんかね、名前ってそのものを表す、はい、一つのこう情報じゃないですか。そこでその情報がまた断ち切れるのかどうなのかなって思うんですよね。それはありますね。名前変えるっていうのは相当なことなんですね、本当は。そうするとまた話は飛ぶけど、女性は最近は違う人もいますけど、まあ、性が変わるじゃないですか。なんか思うところある？うちの奥さんはちょっと強めかなとか、なんか。なるほど。結婚して名字が変わるっていうのがなんか当たり前に思ってたので、改めてどう思ったか、まあ、特別ないですか？僕、源氏物語を研究してる人の講演を聞きに行ったことがあって、そこでね、言われたのは、源氏がね、なんであんなに色恋遊びしてたかっていうこと、源氏って次男坊なんだ、要は長男じゃなかったんですよ、要は世継ぎになれなかった男なんですよ。そうすると、あの当時、世継ぎになれない男っていうのは、よくて、位の維持、まあ、大体下がる、だからそういう風に言われてたらしいですね。だから2番目、3番目に生まれたっていうだけで、要は、まあ、合ってるかどうかはあれですけど、呪いがかけられてたと思うんですよね。お前はもう上がらないぜみたいな。ところが、女の子は、可能性的にはいい家にお嫁に行けば位が上がる。ただこの女の子自体も上がるだろうし、その出てきた家だって上がることになる。そして考えると娘はそういう風にチャンスがある。でも長男じゃない男っていうのはもう生まれた瞬間にお前もうこういう人生だからみたいな呪いをかけられてしまう。そこで源氏が怒りって言ったと。だから源氏の色恋遊びは復讐劇なんです。なるほどね。そんなことないよって言ってる人もいるんですけど、僕ね、僕2番目なんです。僕次男坊だから、源氏がそういうのをベースにして女性に対して色恋遊びをしたって聞いた時に、僕それを聞く前まではこの光源氏女たらしこの野郎って思ってたんですよ。そしたらその話聞いた後は、そうか辛かったんだね源氏ってガラッと変わっちゃって。まあでもそれ言ったらさ、源氏って結局三宮をさ、まあ、嫁にしたというかさ、三宮とくっついて一応ね、
そんな見ると高速じゃないですか。でまた、ね、上に近いところに乗ったりとかっていうところ最終的にはっていう感じでしたよね。じゃあ、そうそうそう。まああの辺でね、紫の上とはかなり揉めてはいましたけど。何ですかね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あの生き量になった人がいましたよね。六条の宮さん。ああ、そうそうそう。はいはいはい。あれはすごいですね。そうそうそう。いやでもね、結構六条の宮さんのこと好きですけど。なんかあれじゃないですか、魔力を持った女性に惹かれるとか、そういうそっちに持ってきましたそれ以上膨らませませんだからそういう形で、あの女性が例えば結婚を機に何か変わるっていうのは僕は割と肯定的に捉えてるんですよね。で名前が変わるっていうのはそのやっぱ人が変わるチャンスがあるんですよ。男はそうそうない。で生態的なっていうかね、体のことを考えても妊娠出産っていうあの機械を使って体をガラッと変えるチャンスが女性にはあるけども、うん、男はない。しかもね、Y 遺伝子は劣化していく一方ですから、はい、なんかそう考えるとなんかね、あの男だかな。なんか変な方向に結局ねえ、まあたまにはいいんじゃないですか、こんな感じで。これずいぶん撮ってるな。ねえ、何分くらいになったんだろうって感じですけど、乱雑、あの3回分ぐらい分けて、ね 3回分のシリーズくらいとりあえずじゃあこれでこのくらいにしまして、はい、じゃあね、実はもうね、すでに最初からビデオが動いてたって感じですね。はい、乱雑無償でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。